ベスト8には初出場の選手、飛塚、高山、向川と3人残っていたんですけれども、すべて初出場がここで消えてしまいました、赤、大村選手、白、Masuchi選手。さあ、ベスト4、残る1つをかけての対戦、こちら赤が大村、白が Masuchi です。大村選手は沼津学園高校から中央大学、現在平成関西に勤めています。背中赤い帯です。そして今右に行ったのが Masuchi Katsuyuki選手、三重県出身、筑波大学を出て桐蔭横浜大学の教員を今務めています。これもベテラン対若手の、ああそうですね、Masuchi 31歳、背中大村が23歳です。大村選手は2年ぶり2回目のこの全日本柔道です。そして Masuchi 選手は2年連続で10回目ということで、今年の大会の開会式で表彰を受けていました。Masuchi選手は初戦で影水健一郎、そして3回戦ではベテランの牧師と、まあ、強豪2人を倒してこのベスト8まで勝ち上がってきています。大村選手は初戦、村本選手、欠場した選手の代わりに出てきた国士舘大学の工藤を破り一本勝ちでした。そして3回戦では今大会最後のチャレンジということで話題になった吉田秀彦選手を破った、宋慎一郎選手を破りました。まあ、共にこの豪快なパワーを生かした技というのが見どころですよね。そうですね、今も大外の掛け合いになりました、はい、ただ今日のマスチは積極的ですよ。はい、はい、先に行ってますよね。今も技をかけに行ったのは松地です。大村がちょっとあのして、はい、松地の技を返そうという感じですね。見てるんですよね、はい、なるほど。足がやはり先に行きます。大外刈り、大外返しを狙って支え釣り込み足は潰れてしまいました。今あのマッチが大外刈りを行って、はい、大村が大外刈りを返しに返しに行きましたね。それでもなおさら今度はですね、はい、マッチが小外刈りを小外刈りですね、取りに行ったんで、はい、ですけども決まらなかったですね。いやいや、なかなかこう豪快な技の攻防です。そうですね、はい、あ、ここで技が出ないということで指導が来ました、はい、もうすでに両者に教育的指導が、大村に教育的指導が来ていたんですが指導になりました。そして右膝をちょっと痛めたマスチです。Masuchiが小外刈りで来るところぐっと突き放すようにしてから、そうですね、はい、Masuchiは敗れました。大村一本勝ちでベスト4進出です。今あの初めてですね、はい、Masuchiが奥襟を取らしてしまったんですね。あ、なるほど。で胸が合ってしまったところで組み負けたところで小外刈りを行って切り返されて支えですね、支え振り込み足、はい、はい、いや、それにしても豪快な技の応酬でした。ご覧ください、奥襟を許しています、はい、白のマスチ。そうですね、ここで胸があったところで、はい、左から小外に、ね、はい、行きます。しかしそれを逆に返しました、はい、見事に体を返した大村。やはり組み負けている状態から技をかけると怖いですよね。はい、
まあ、先に